もう血友病というのは生まれつきの病気で、その生後6ヶ月で血友病と診断されてから血液製剤っていうのを使ってきて、まあ、人の血液から作られるその血液製剤で、注射を病院に行って打ってもらって、でそれがだんだん自己注射に変わって自分で注射をするようになって、でその注射の血液製剤の中に HIV が入っていて、でその HIV が入ったのはこの、その血液製剤がアメリカから輸入した血液製剤で作られていて、でそういうこの血液から作られた血液製剤でもって HIV エイズウイルスに感染していく。でこの血液製剤が危険であるっていうことを厚生省も医者も薬の会社も知っていたんだけれども、それを安全だっていうことで使わせてきた。母親から感染の告知を受けたのは10歳の時に、小学校5年生の時に自分が HIV に感染しているっていうことを聞かされて、母親の日記を読むと、その自分がエイズになったら自殺するよっていうことを言っていて、エイズっていう病気が当時はまず最初に思ったのが、自分は長く生きられないなっていうふうに思ったんですね。でエイズは当時全く治療法がない病気で、発病したらすぐに死ぬ病気だって言われていて、で感染してからもう5年以上長く生きられないって言われていて、で僕としてはもう長く生きられないんだっていうことをまずショックを受けて、なら自分は何やったって無駄だ。中学時代なんかもほとんど勉強もしなかったですし、勉強したってどうせ自分は大学に行くような年になるまで生きられるとは思っていなかったので、その大学行くためのその勉強なんかしたって無駄だって思っていたし、やっぱ中学時代っていうのは今さえ良ければいいって、そういう投げやりな生活をしてました。感染の告知を受けた時期にちょうど日本でエイズパニックが起きて、でこれはマスコミがエイズを過激に怖い病気であるってことを盛んに報道して、松本の車のナンバーをつけてるだけでも他県から駐車場に入ることを拒否されたりっていうぐらい、エイズに対する差別が非常に強く起こった時期で、その時にその学校でそういういじめにあって、その学校の先生は僕のことを思って、この川田君は血友病だけれどもエイズではないから大丈夫よって言った一言がきっかけで、その次の日学校でその友達の机に触れたことでもって、その机に触れた友達がかわいそう、汚いって言ったようないじめで、でその次の日学校に行けなくなって、で翌朝その幼馴染の友達が朝学校に行く前に迎えに来てくれて、でそれで一緒に学校に行くことができて、で学校でまた同じようないじめの場面になった時に、その友達が一言「そういうこと言うのやめろよ」っていう、その一言でそれ以降そのいじめはなくなっていくんですが、中学校に入ってからクラスが増えてからっていうのは、その血友病っていう病気のことも隠さなければ生活できなくなってきて、ましてやその自分が感染しているっていうことはやっぱり隠して生活をせざるを得なかったっていう時代が中学時代ですね。